今日も大勢のお客さんが集いました。ここ東京ドームです。阿部監督率いる読売ジャイアンツが三浦監督率いる横浜 DeNA ベイスターズを迎えての一戦です。解説は工藤公康さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。バッターボックスには3番の丸、ランナーを進めています。前の回テンポよく打ち取ったんで攻撃の方もいい流れになってきましたね。さあジャイアンツ同点のチャンスを迎えています。初球は大きな変化球、ボールになります。ライトへ、これは大きいぞ。この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ、三塁送球はどうか。ツーアウトランナー三塁と変わります。アウトカウント増やさずに行きたかったですけどね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですよね。そしてここで申告敬遠を選択、勝負しません。バッターは一塁に向かいます。そして打席には大城が入ります。打順がいいところに来ましたね。ここで決めたいですね。さあチャンスが続いていきます。まずはアウトコースのボール球でカウントを稼ぎました。改めてこの大城のバッティングスタイルについて伺えますか。そうですね、状況によって違うことはあるんですけれど、もともとは空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ここは0点に終わっています。落ちるボールに手が出ました。いや難しいボールに手を出しちゃいましたね。はい、長打の期待もありましたがあえなく三振です。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は大観衆が詰めかけています。福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。川上さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。そうですね、まずは先制点を取って優位な形に試合を持っていけるかですよね。バッターは7番の松本。ホークス送りバントで進塁を許しています。さあ同点のランナーを背負ったこの場面です。川上さん、右打ちを阻止するためにはどのような攻め方になるのでしょうか。そうですね、やはりインコースですよね。食い込んでいくようなボールが有効かもしれませんね。なるほど。インサイド打った、ファースト取った、そのまま一塁に入ってアウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。そしてバッターボックスには伏見が入っています。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。初球ストライク、2アウトながらランナー3塁、バッターボックスには伏見。なんとしてもここで止めたい。マウンド上オスナ、インハイに送ってストライク。さあ追い込みました。ここは外れました。ちょっとさ、このピンチ見逃しで三振を奪いました。試合終了。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のファイターズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが見事勝利を収めています。
今日の解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。